この光は。誰かが私の名前を。目に合ってたみたいだけど、大丈夫？これくらい、なんでもない。それ、私の知る限り、そのバイオノイドを操れる人間はもういないはず。どうやってその体に入り込んだの？実は今、記憶がはっきりしていなくて、アンノーンの調査に来たってことは覚えてるんだけど。そっか。インプリント？そう。インプリントは、人の意識構造を別の肉体や疑似電脳に転写したり、遠く離れた場所から意識をリンクさせて、バイオノイドを操る技術で。バイオ技術同様、移植などの医療技術やヒューマノイドの実現化に向けて、研究が行われている分野なの。だけどその技術はまだ未完成で、限られた適合者の意識しか転写できない上に、インプリント直後は一時的に記憶障害が起こってしまう副作用があるの。まあ、時間が経てばすぐに思い出せるから、そんなに心配する必要はないけどね。そうなんだ。いろいろ教えてくれてありがとう。リズよ。そのバイオノイドは研究所の所有物だから、本当ならあなたを拘束して事情を聞かなくちゃならないところだけど、見ての通り今はそれどころじゃないし、助けてもらった恩もあるから見なかったことにしておくよ。それと忠告しておくけど、フェルマーレ研究所にはあまり近づかない方がいいよ。あそこにはヤバい奴がいるから。
助かったばかり。しばらく待っても動かなかったから心配してたけど、無事にインプリントを成功したみたいね。私のことちゃんと覚えてる？かなりふわふわしてるけど、ちゃんと覚えてます、レイル博士。忘れずにいてくれて嬉しいわ。それにしても、ほんと困ったわね。研究所内で起動するはずだったのに、なぜか市街地に操作するバイオノイドが放置されているし、私以外には使えないように設定されているはずの武器や戦闘プログラムも誰かに持ってかれちゃってるのよね。おかげで、こっちはまともに戦うこともできやしない。これからどうしましょう。そうね。まずはダグラスと合流したいところだけど、あかりはあいつのことを覚えてるかしら？実は俺、もう長い間家に帰っていなくてさ。食べ残しのカップ麺がどうなっているのか、さすがに気になり始めているんだよね。覚えてます。2年間家に帰らずに研究に没頭し、食べ残しのカップラーメンがどうなったのか心配してた人ですよね。2年って、ずっと泊まり込んでたのは知ってたけど、さすがに2年はひどすぎる。しかも食べかけのカップ麺を放置とか、考えるのも恐ろしい。まあいいわ。とりあえず私は自分の装備を探してみるから、あなたはダグラスを見つけ出して守ってちょうだい。それとバイオノイドの操作時は意識が深くつながっているから、操るボディがダメージを受けると本人も影響を受け、最悪死に至る場合だってあるの。だからもし危険だと感じたらすぐにベールアウトしてバイオノイドとのリンクを解除しなさい。いいわね？了解しました。行ってきます。おかしいわね。私のいた世界じゃこんなセクションはなかったはずだけど。データ保管庫という名目で数年前に増設されたの。実際にはバイオキメラの開発拠点になっていたみたいだけど、こちらには武器もあるし、念のためこの区画も探索しておこう。今ならバイオキメラの研究データを破壊できるでしょ。気づいてたんだ。まあね、フェルマーレの管理下にある研究データは簡単には手を出すことができないけど、非常事態の今なら処分できるかもしれないものね。うん、同じ悲劇を繰り返さないためにも本体とデータの両方を破壊しておかなくちゃ。ここから先は私一人で行くよ。これ釣れないわね。最後まで付き合うわよ。バイオ技術でこんなものを量産されるのは見るに堪えないもの。
Yeah!